はい、皆さんこんにちは、バンテック追記でございます。今日のバンテック TV なんですが、ご覧ください。あの GX4 ちょびっとだけ運転したいと思います。はい、ということで、今回ですね GX4 置いてある山形工場参りました。はい、今日はですね、この山形工場の直接テストコース、いや、ただ広いだけなんだけどね、ただ広いだけなんだけど、ここでですね、ちょこっとだけね、この GX4 運転してみて、ちょっとね、挙動とかそういったものをご案内できればなと思います。はい、ということでね、 GX4 の中に入ってまいりました。運転席座りました。うん、運転席はね、ご覧の通りこんな感じ、ハイラックスですね。じゃあちょっとエンジンかけてみたいと思います。うん、こんな感じ、いいですね。車のまず、じゃあ加速とブレーキか、これをね、じゃあちょっと見ていきたいと思います。はい、ということでね、まずはじゃあ加速とブレーキのチェックやっていきたいと思います。そんなに、ね、距離がないので飛ばすことはできないのですが、ちょっとね、じゃあ早速走っていきたいと思います。はい、ブーッと踏んでいきます。はい、20キロ30キロ、はい、ブレーキかけます。はい、あ、ブレーキもね、全然ギュッと踏まなくても効きますね。かなりブレーキも効きます。いいね。はい、うん、乗り心地としてはかなりね、これ見てわかるかな、ね、路面荒れてるんですよ。うん、荒れてるので、よし、かなり、ね、路面が荒れてるんですが、この路面のね、凹凸感があんまり出ないですね。さすがです。すごく、うん、ハイラックスっていう車自体がベースの車がかなりいいのかなと思います。じゃあね、ちょっとここでハンドルを切りながら、ちょっとくね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 曲がってみたいと思います。はい、左に切って、はい、右に切ります。はい、右に切って曲がっていきます。ちょっとね、ここと段差も入ってみましょう。はい、うん、段差も入りました。全然、このうねってる感じとかわかるかな？うん、うねってる感じね。うん、今これで速度としては20キロ、30キロぐらい。はい、回っています。うん。今度反対向きます。反対行きます。左もね、うん、左カーブも、うん、全然いいですね。グググッとこうしっかりついてくる感じ。はい、8の字ね、8の字で行きます。はい、よいしょ、グググッと切って曲がります。うん、かなり車としては、うん、ロール感もね、そんなにこうめちゃくちゃこう倒れそうな感じではなかったですね。もうちょっと言いますね。はい、うん、ロール感もね、かなりゆっくりロールをする感じなので、うん、とにかくね、突き上げがないですね。うん、突き上げがない、すごくね、走りやすいですね。こんな感じ、うん、今ちょっとこうロールさせてるんですが、これでも、ね、十分ですね。よく曲がってくれます。うん、車をよく曲がってくれますね。すごくいいです。はい、はい、ということで、とりあえず、ね、今 GX4 こちらのね、試乗をやってみました。まだね、プロトタイプということで、いろんなところがまだ全然アップデートこれからしていくっていうような形なので、ね、まだまだ未完成の部分もあるんですが、まず乗り心地としては割と乗用車に近い乗り心地だったなという印象です。で、ご覧の通りね、かなり地面荒れてるんですけども、突き上げとかもね、また音とかもガタガタと音もせず、あと加速とブレーキ、あとエンジンが静かで、そもそもディーゼルの 2.4 とかエンジンがすごい静かなので、基本的になんか乗用車っぽく乗れるようになるのかなと思います。で、アクセルブレーキについても重たさを感じること
ることもあんまりなくですね、しっかり走っていくし、しっかり止まっていくと、ブレーキのコントロールもブレーキを踏んでからの車が止まるまでの制動時間ですからっていうのもね、割と一般的な乗車に近いところでした。まあね、ここの狭いところをちょっとゆっくり走っただけなのでまだわかるんですけど、基本的にはブレーキとしても普通の車を運転してるような感じ、そんな感じに近かったです。実はね、高速道路とかもほらちょっとね走ってみた、かなり今日ね風強かったんでね、横風の影響やっぱ受けにくい感じがした。またね、これちょっとねアップデートしたらまたちょこちょこ分かってくる。待ってくれ、そういう潜入レポートしようと思っています。はい、以上からテクスが